鈴木誠也、またもやひっそりと今永の負けを消していた。カブス今永翔太は2被弾を含む5回7安打7失点、自責3、1四球3奪三振で勝敗はつかなかった。鈴木誠也は3番ライトでフル出場し、4打数2安打1打点の活躍で7試合ぶりのマルチ安打を記録。鈴木は8回表一死に3塁から犠牲フライを放って同点とし、今永の勝ち星を消した。今永の今季成績は9勝2敗、防御率 3.16 となっている。鈴木は今季成績を打率269、16本塁打、 OPS816 とした。せいやの犠牲フライで負けが消えた。せいやは毎回今永降板後に言ってるな、今永って運いいよな、言うてまだ3点台前半なんやな、ようやっとる。でもなぜか運が良く自責は3点で防御率だけは良い2倍でキープ。大量失点しながら自責につかないパターンは今季2度目で非常にラッキー。最弱ホワイトソックス戦で5失点で自責18失点分の飛翔を良い感じにごまかしてる。地味に防御率下げに成功してるよな。自責点のルールもわからんやつが文句言ってるのか。今日なんて味方のエラーとか誤信エラーで逆に運悪すぎたやろ。エラーからコロコロっと崩れてしもた。どうでもいいけど鈴木誠也も OPS800 切りそうで草。全然どうでもよくなくて草。正隆に抜かれそうやん。やば、吉田に OPS 抜かれる。心配する前に吉田が規定に達するかどうかを心配してやれよ。吉田は置いといても OPS850 は期待したいし頑張り。逆転されて追いついたのにな。この日は負けたけど、今永登板時はカブスはファイティングポーズを取るよな。終戦宣言しているカブスの楽しみは聖夜と今永しかない。聖夜時は今永が投げてる時に援護してくれ。二人ともようやっとるよ。今永先生はいい感じで飛翔しとるな。被弾した2球は完全なボールと際どい球で、相手の好きなコースがハマった感じ。マーク1のインハイの速球打たれたのはしゃあない。クワンの勝ちや、もう WBC は呼ばないからな。もう1飛翔もスプリットが甘すぎったって感じじゃないよな。しっかりとボールゾーンに落としてたしな。管理人のつぶやき、鈴木誠也さん、またもや今永先生の負けを消していただきありがとうございます。チームが勝ったら最高だったんですが、惜しかったですね。にしてもちゃっかりと2敗を守り続けている今永先生、持ってますよね。次回はアベックでの勝利とホームランの活躍をお願いします。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。